パンドラの箱太宰治前回の続きからです4か月ぶりで寝巻きを脱ぎかすりの着物を着てお母さんと一緒に玄関へ出るとそこに情長が両手を後ろに組んで黙って立っていった。 歩けますかどうですか?と」とお母さんが独り言のようにして言って笑ったら男のお子さんは「まあ1歳から立って歩けます」と上長さんはにっこりともせずそんな下手の冗談を言って助手を一人お供させます事務所から麻婆が白い看護服姿の上に 椿の花模様の赤い羽織を引っ掛けて小走りに走って出てきてお母さんにドギマギしたような粗末なお辞儀をしたお供は麻婆だ僕は新しい駒桁を履いて真っ先に外へ出た駒桁が変に重くてよろめいた夫とあんよは上手 と、情長は、後ろではやした。その口調に、愛情よりも、冷たく強い意志を感じた。だらしないぞ、と、叱られたような気がして、僕はしょげた。振り向きもせず、すたすた、ごろっぽ、急ぎ足で歩いたら、また後ろで情長が。はじめはゆっくり、はじめはゆっくり。 と今度は露骨に叱り飛ばすような厳しい口調で言ったがかえってその言葉の方に嬉しい愛情が感じられた僕はゆっくり歩いたお母さんと麻婆が小声で何かささやき合いながら僕の後ろを追ってきた松林を通り抜けてアスファルトの剣道へ出たら僕は軽いめまいを感じて立ち止まった 大きいね。「道が大きい」「アスファルト道が柔らかい秋の日差しを受けて鈍く光っているだけなのだが僕にはそれが一瞬応用混沌たる大河のように見えたのだ」「無理かな?」お母さんは笑いながら「どうかなお見送りはこの次にお願いするとしましょうか?」 に「平気平気」「ことさらに細またの音をカタカタと高く響かせて歩いて」「もう慣れた」と言った途端にトラックがすさまじい勢いで僕を追い抜き思わず僕はワーと叫んだ「大きいねトラックが大きいね」とお母さんはすぐに 僕の口真似をしてからかった。大きくはないけど強いんだ。すごい馬力だ。確かに10万馬力くらいやった。さては今のは原子トラックかなお母さんも今朝ははしゃいでいる。ゆっくり歩いて小梅橋のバスの停留所は近くなった頃、僕は実に意外なことを聞いた。 お母さんと麻婆が歩きながらよもやまの話の末に「町長さんが近くご結婚なさるとか聞きましたけど、はあああの竹中さんともうすぐ」「竹中さんとあの女子さんの?」とお母さんも驚いていたようであったが僕はその100倍も驚いた。 10万馬力の原子トラックに突き倒されたほどの衝動を受けたお母さんの方はすぐ落ち着いて「竹中さんはいいお方ですものね」「情長さんはさすがに目がお高くていらっしゃる」と言って明るく笑いそれ以上突っ込んだことも聞かず穏やかに他の話に移っていった「僕は停留場で」 どんな具合にお母さんとお別れしたかはっきり思い出せないただ目の先がモヤモヤして心臓がコトコトと響きを立てて踊っているみたいな塩梅であれは全くかなわない気持ちのものだ僕は白状する僕は竹さんを好きなのだ初めから好きだったのだ麻婆なんて問題じゃなかったんだ 僕はなんとかしてタケさんを忘れようと思ってことさらに麻婆の方に近寄って行って麻婆を好きになるように努めてきたのだがどうしてもダメなんだ。君に差し上げる手紙にも僕は麻婆の美点ばかりを数え上げてタケさんの悪口をたくさん書いたがあれは決して君を騙すつもりではなくあんな具合に書くことによって僕は。 僕の胸のの胸思いを消したたかったのだ。「さすがの新しい男も竹さんのことを思うとどうも体が重くなって翼が萎縮しそれこそ豚の尻尾みたいなつまらない男になりそうな気がするのでなんとかしてここは新しい男の面目にかけてもあっさりと気持ちを整理して竹さんに対して全く無関心になりたくて」。 わ我我が心を励まし励ましタケさんのことをただ気がいいばかりの人だの大台だの買い物が下手くそだのと散々悪口を言ってきた僕の口中のほどを君少しは察してくれたまえそうして君も僕に賛成して一緒にタケさんの悪口を言ってくれたらあるいは僕もタケさんを本当に嫌になって 身軽になれるかもしれぬと密かに期待していたのだけれども当てが外れて君が竹さんに夢中になってしまったのでいよいよ僕は急したのさそこで今度は僕は戦法を変えてことさらに竹さんを褒め上げそうして色気なしの親愛の情だの新しい方の男女の交友だのと言って何とかして君を牽制しようと託んだ というのののがこれれまでのの哀れな実装だ。僕は色気がないどころか大ありだったそれこそ伊庭深淵とでも言うべき全くあさましい有りさまだったのだ、3. 君は武さんをすごいほどの美人だと言って僕は躍起となってそれを打ち消したがそれは僕だって 竹さんをすごいほどの美人だと思っていたのさこの道場へ来た日に僕は一目見てそう思った「君武さんみたいなのが本当の美人なのだ」あの洗面所の青い電球にぼんやり照らされ夜明け直前の奇妙な気配の闇の底にひっそりしゃがんで床板を拭いていた時の武さんは恐ろしいくらい美しかった。 負け惜しみを言うわけではないがあれは僕だからこそ踏み応えることができたんだ他の人だったら必ずあの場合何か罪を犯したに違いない女は魔物だなんてカッポレなんかよく言っているがあるいは女は意識せずにひととき人間性を失い魔性のものになってしまっていることがあるのかもしれない 今こそ僕は告白する。僕たけさんに恋していたんだ古いも新しいもありゃしないお母さんと別れてそれから膝頭がガクガク震えるような気持ちで歩いてたまらなく水が飲みたくなってどこかで少し休みたいなと言ったがその声は 自分ながら親と思ったほどしわがれていて、誰か他の人が遠方でつぶやいている言葉のような感じがした。お疲れでしょう。もう少し行くと私たちが時々寄って休ませてもらう家があるんですけれど。対戦の前には三好のか何かしていたような形の家に麻婆の案内で入って 薄暗い広い土間には壊れた自転車やら墨田原のようなものが転がっていてその一偶に粗末なテーブルが一つ椅子が二三脚置かれている。